いやー、いろんな種類のプロジェクトがあるんだな。ダイニングで聞いた金本先生のプロジェクトの話も聞けたね。次は地下の実験室を見に行ってみよう。実験室がたくさん並んでるって言ってたな。こんにちは。あ、こんにちは。ここはどんな場所ですか？地球圏の地下はすべて実験室になっています。実験室は向こうからこちらまで18あります。18の実験室ではそれぞれの目的に応じていろんな研究が行われています。地球圏のプロジェクトだけでなく、地球圏外部から同位体環境学共同研究という形で来て実験している人たちもいます。一つ実験室を説明しましょう。ここはクリーンルームと言います。このクリーンルームでは、いろんな同位体分析に使う前処理、その分析の前処理の作業をここでやってもらっています。へえ、どれどれ。何か作業してるみたい。あ、こんにちは。厳重な管理がされてそうだね。通って所長室へ行ってみよう。あ、電気がついてるね。所長室に戻ってきたよ。どんなお話が聞けるかな。お邪魔します。こんにちは、よろしくお願いします。あ、こんにちは、どうも。今日はご苦労様です。地球圏の安成です。今日はご苦労様です。地球圏というところは、まあ、総合地球環境研究所ですが、いろんな研究をしているということが多分お分かりかと思います。で、まあ、地球環境問題、と一言に言ってもですね、いろんな問題課題があって、でしかもその、問題を解決する方向で研究していかないといけないと、まあ、そこがその地球圏 の、 非常に大事なところです。で、多分お気づきになったと思うんですけど、環境問題、地球環境問題っていうのはいろんな分野、いろんな問題が絡んでます。例えば地球温暖化とか気候の問題といっても、生態系の問題とか、水の問題とかいろんな問題が絡んでます。ですから、まあ、この地球環境問題っていうのは、まあ、非常に複雑でややこしい問題で、まずそれをまず理解することはもちろん大事ですが、理解した上で、まあ、どういう方向に解決できるかと、まあ、そこで地球圏はですね、今持続、まあ、よく世間では持続可能性を追求すると言いますが、地球圏は特にですね、将来に向けていかにその地球の中で人と自然が調和的に暮らしていけるかと、ということで未来可能性という言葉をよく使っています。まあ、その辺を探っていく。そのためには多分いろんなプロジェクトとか研究見ても分かりますように、文系と理系の人が一緒になって、しかもその社会のいろんなステークホルダーの関係者と、解決を見出していくという、まあ、そういう方向でやっております。これ非常に大変な問題なんでですね、世界的にも地球圏はまあ、その活動が注目されているし、我々もその日本だけじゃなくて、世界のいろんな
の問題をに向かっているいろんなグループ、研究所、大学等と連携してやっていかないかなと思っています。まあ、今日は本当にまだまだ地球圏の中身はですね、理解するには大変時間かかりますが、まあ、十分楽しんで、ください。今日は本当にご苦労様でした。ありがとうございます。お話ありがとうございました。今日はいろんな人の話が聞けたな。人と自然の調和的な暮らしか。地球環境問題についてあんまり考える機会もないけど、地球の将来は自分や子供たちの将来だもんな。複雑な地球環境問題に向き合って、いろんな国やいろんな専門分野の人たちが解決のために研究をしていることはちょっと頼もしいな。自分ができることは何かないのかな。地球環境問題や地球圏についてちょっと調べてみようかな。今日は見学に来てよかった。